今回はモチベーションコントロールするっていう話です。やる気が出ないとき、不調のときにどうやってモチベーションを上げていくか、そういった話ですね。そこで気になってくるのが、やる気とか不調ってそもそも何なんだって話です。これは気ということで考えることができます。つまり気が多くて巡っている、ちゃんとね、体を気が多く巡っている場合、これがやる気が出ていて好調ということです。逆に気が少なくてあまり巡っていない、これはやる気が出ていない不調であるということですね。そしてこの気の量とかね、巡りの具合ですね、周期があります。やっぱ好調不調を繰り返すように、気が多い巡っている、気が少ない巡っていない、こういうことを繰り返すということですね。それで気の取り方なんですけども、生まれた時から気ってのあります。これを先天の気とか腎の気って言いますね。これは漢方の考え方です。これは生まれつきあるものでして、年を取るとともに減っていきます。あと食べ物ですね。食べ物、いいものを食べるとそこから気を取ることができます。あと空気と言いますかね、大気と言いますかね、周りから取ってくるエネルギー、気もあります。これはスピリチュアル的に言うと宇宙のエネルギーってことになるんだと思いますね。あとはですね、漢方的に言うとですね、いざという時は補中益気湯のような漢方薬で気を取ることもできます。ということで、これから気を満たしてやる気を出し、好調にする、そういうエネルギーを送ります。終わりました。モチベーションをコントロールする、特にモチベーションを上げていく場合には、それ以外に自分に自信を持つとか、自己肯定感を持つ、失敗を恐れない、本気で行動する、こういったものも必要です。それではまず最初に自分に自信を持つエネルギーを送ります。終わりました。次は自己肯定感を持つエネルギーです。
終わりました。次は失敗を恐れないエネルギーです。終わりました。次は本気で行動するエネルギーです。終わりました。最後は根性ですね。根性っていうとね、なんか時代遅れとかね、昔の戦争の国みたいとかね、なんか嫌なイメージがあるんですけども、実はですね、この根性はね、本当は大事なんです。心がね、気持ちが体を奮い立たせることなんですけども、言ってみれば火事場の馬鹿力なんですね。いざという時にこの火事場の馬鹿力が出るか出ないか、つまり根性を出せるか出せないか、これは非常に大事なことになってきます。ということで、いざという時に火事場の馬鹿力が出るエネルギーを送ります。そしてこのエネルギーが終わったところで、この動画も終わります。